さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この独り言という曲が最初にできた曲です。この曲はもともとあった曲なんですけど、一番最初に作ったらできたのがバックトラックっていう感じで、まあ、本当あの自分たちの時間がなくなっちゃってから、やってなかった6月ぐらいかな、できてた曲なんですよ。そこから始まった。なんかあのコロナ禍っていうことがやっぱり歌詞の面だと思うどうしてやっていく
Thank you.